はい、タスオチャンネルのタスオです。今回ですね、プロスピなんですけども、ゴールド契約書14年、Sランク契約書が1年かなあるので聞いていこうかなと思います。で、坂本選手、アニバの坂本選手とアニバの千賀選手ですね、限界突破。千賀選手はあと1枚あれば作れるんですけども、坂本選手はもうこれ以上進めないので、坂本選手の A ランクが欲しい、そういった感じです。では行きましょう。 S ランクだと小林選手かな、もう限界突破終わるんかな、確か終わりますね。選手寮に確か小林選手の A ランクがいっぱいいます。5枚ありますね。小林選手出れば終わります、限界突破が。でそこが欲しいって感じですね。では行きましょう。まずゴールド契約書10年いきましょう。お願いします、お願いします。1枚ぐらい来るんじゃないかな。そこからも、いやー、チャンスがない。唐川投手、岸投手、なるほど、岸投手と唐川投手かなが出ましたね。まあ、両方 S ランクは持ってないので、まあ、一応育成だけしておいとくっていう感じになるのかなと。そしてゴールド、また行きましょう。4連、お願いします。最後のチャンス、何も来ないか。よし、最後 S ランク契約書いきましょう。小林選手、限界突破が進む選手だったらいいんで、まあ、ジャイアンツの選手だったら大体限界突破できます。お願いします。最後のチャンス、持ってますね、かぶりです。これは限界突破進めようかなと思います。はい、まあ、そんな感じですね。 S ランクは大野投手だけでした。ぜひチャンネル登録、高評価お願いします。さよなら。